明日夕方来いよ。必ずだぞ。いらっしゃい。あ、いいじゃないかよ。いや、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 こら。30万ぐらいしか。どこまで知ってるんだ。わからないけど。本当にみんな話してくださるんですか。静かなところでケリをつけて一人で死んでしまうつもりなんだろう。そうはいかないよ。俺がついててそんな悲しいことはさせないよ。死んでしまったんだ。塚本紗英さんと分かりました。塚本さんは知人の酸素を借りて静養していたもので、農薬を飲まされた上で地中に埋められていたものと思われます。24日の朝から近所の人が姿を見ていないところから殺されたのは23日の夜と思われます。24日の午後です。鶴瀬正一君と二人で行きました。間違いありません。これだね。はい。23日には来なかったということにはならないじゃないかね。そんな。これは被害者の手帳です。23日優子来訪、こう書いてあるんですがね。約束したけど行けなかったんです。そう書いてあるでしょ。この2日でね、あんたのこといろいろ調べましたよ。あんた被害者と姉さんが知り合いだったので、殺された姉さんのことをいろいろ聞きたいだけだと言ってましたな。はい。被害者のバーからね、こんなものが出てきたんですよ。あんたのボーイフレンドの鶴瀬君がワープロで打ったもんだと言ってましたが、あんたが頼んだんですね。あんた23日の夜秩父へ行ったでしょ。分かってるんだよ森口さん。いい加減観念したらどうですか。これが姫ボタルです。大きさや光の色が違いますでしょ。平家ボタルと姫ボタルが同じ場所で同時に取れるっていうことは考えられますか。考えられません。では7月20日過ぎに姫ボタルが取れるところというと、福島県の安達太良山が有名です。孵化するまでに2年かかることで有名で。そのホタルは安達太良のもんですか。はい。形や大きさは地域によって違いますので、これは間違いなく安達太良のものです。そうですか。
塚本さえの遺書が見つかりましたよ。これであんたの殺人容疑も晴れましたな。ところでね、森口さん、3年前に起きた所沢の金融業者吉岡殺害事件ご存知でしょう。吉岡殺しの真相が冴の遺書から分かりましたよ。まあこう言っちゃなんだが、塚本冴もよくよくかわいそうな女ですな。自分を手ごめにしようとした吉岡。違うんだ。そらあんたの気持ちは分かりますよ。塚本冴は幼なじみのあんたを随分頼りにしてましたからな。遺書の中にも。吉岡を殺したのは冴さんじゃないんだ。何？どういうことなんだ。